今日はね、はい、スマートキーについて教えていただこうと思いまして、はい、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。はい、それで今日担当していただくのが、はい、中谷自動車の営業の中谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもう一人、はい、ドスマイル車検本部の橋こと山端です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。でね、今回お聞きしたいのは、はい、スマートキーの電池なんですよ。はい、電池が切れちゃうじゃないですか。あれ電池ね、電池入ってるじゃないですか。入ってますね。でね、僕ふと思ったんですよ、はい、これ電池が切れたらどうなるんやろうと、うん、で例えば、はい、家でね、まあ、出かける前に切れたら、うんうん、まあ、コンビニとかどっか走って電池買えればいいんですけど、うんはい、例えば出先 で、はい、でしかも何もないところで電池が切れたら、はい、エンジンかからへんどころか中にも入れないじゃないですか。入れないですよね。でね、ほんまに周り何もなかったら、うん、電池買いに行くのもできへんし、はい、で例えばスマホ車なんか置きっぱなしだったら連絡も取れへんからね。取れないですよね、はい、確かに。いやほいでね、もうこれ考えるともう夜も寝れないんですよ。夜まで寝てサンキューテルヨ状態ね。そうなんですよ、はい、これね、なんかええ方法ないかなと思って、はい、ちょっと聞きたいんですけど、はい、なんか裏技みたいなのとかあるんですか。裏技じゃなくてね、はい、普通の表の技がありますから。 あるんですか。ありますあります。なんか対処法があるんですか。あります。ほなそれちょっと今日は教えてもらっていいですか。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあちょっと教えていただきたいんですけども、はい、ちょっとこのために、うん、僕はあのスペアキー持ってきまして、うん、でこれですね。それね、はい、でそのスペアキーは電池抜いてあるんですよ。抜いてあるんですね。抜いてあるんです。切れてるんじゃなくて、切れてるんで、そもそも入ってない。入ってないです。入ってない。はい、いや、あの電池切れしよう思ったから、はい、時間かかります。使い切らなかったから、ね。使い切らなかったから、はい、で今日撮影したかったんで、なるほど。電池は抜いてきました。抜いてきました。だからまずそれ開かないかどうか、はい、見ていただいて、はい、まあ普通スマートキーでしたらこれで。ここに手を入れたら開くんですよね。そうですね。これ今開きません。開かないですね。はい、開かない。全然開きません。でここ押しても何も言いません。何も言いません。反応しないです、はい、あともちろんこの、ロックアンロックのボタン押しても何も反応しません。開きませんね、はいはい、で鍵のここに電池があれば赤いランプつきます。あ、そっかそっか。それ自体も当然電池がないのでついてないですね。つきません。だから電池入ってないのは電池入ってないので開かない状態になってます。はい、でそれで、はい、どうやって開けるんですか。まずはまずこれを開けるときに、はい、これ意外と皆さんもご存知ないかもわかんないですけど、はい、実はこの鍵の中に鍵が入ってます。え、どういうことですか。鍵が入ってるって。鍵の中に鍵、なんかややこしいですね。ややこしいですね。鍵の中に鍵、鍵イン鍵みたいな、はい、これ自体がスマートキーはい、でここにプッシュっていう書いてあるんですよ。ここに見えます。あ、本当やな、はいはいはい、ここだからプッシュで押すんです。あ、ここで押す、はい、はい、押すんです、はい、押す。だからこいつ引っ張ったら鍵、はい、おー、鍵出てきた、はい、鍵出てきた、はい、まさに鍵の中に鍵の中に鍵があるんです。出てきた、はい、でこれは実は緊急用の時でこいつを使ってここにシリンダーありますよね、はい、確かに確かに鍵穴ありますよね。鍵穴あります、ね、はい、確かに。なんでこんなところに鍵穴あるんやろって思ってましたわ。普通どなして使うねんってなると思うんですけど。そうですよね。で、はい、車買うた時にその板キー言うんですかもらってないですから、うん、何のために開いてんねやろって確かに思ってました。そう、それは実はこれなんです。あ、そういうことやったんですね、はい、じゃあ開けてみましょうか。そう、そうですよね。本当に開くかどうかですよね、はいはい、これね、電池抜いてるでもこの車の鍵かどうか分からへんからそうか、はい、そもそもがちょっと開けてみます、はい、このシリンダーにこれ差し込みます、はい、お、入った、入りましたね、ちゃんと。あ、入りましたね、はい、で、おー、落としました、落としましたね。ちょっと回しにくそうですけどね、はい、ちょっと先痛いですけどね。痛い、ちょっと痛い、はい、まあ緊急やからね。緊急やからね。それちょっと言うてられへんからね。そうですね。開けてみます。開きました。おー、開いたすごいじゃないですか。これでこの車の鍵やっていうことも実証されましたね。そうですね、はい、でまた直していただいたらこれでもう車の車内には入れます。だからスマホが忘れたとかでもこれでまあとにかくまず中のスマホは確保できますよね。あ、これエンジンはかからないんですね。じゃあエンジン実はかかるんです。かかるんですか。かかるんです。あ、またどっかに鍵の穴あるんですか。鍵の穴探してみます。探しましょうか。探しましょうか。あ、分かった。プッシュボタンをパカッと開けたら鍵穴が出てくるんでしょう。中からね。でそれに差し込んで、ね、なるほどなるほど。やってみましょうか。ちょっとやってみましょうか。やってみましょう。はい、じゃあちょっと室内入りましたのでここが
スタートボタンですね。そうですね、はい、じゃあここちょっと開けてみましょうか。あ、お願いします、はい、上に開けるんですか、横に開けるんですか。見といてくださいね。どうやって開けるんですかね、はい、ねえこれね、これ開かないですね。開かない開かない開かないんですね。開かないです。ちゃうところにあると。これは開きません。あ、そっか、やっぱり車の鍵って右にありますからね、はい、あ、そうですね、ハンドルの横に、ね、右手でないと開けにくいからね。申し訳ございません。右にね、右側のね、はい、あのどこ、横か前ですよね、大体ね、うん、ね、はい、ないですね。ないんですか。ないです。じゃあ開きませんやん。あ、な、開きません。開きませんね。開きませんね。エンジンはかからないと。か、これね、かかるんですよ。かかるんです。かかるんですよ。え、どういうこと？かかるんですよ。かかるんですね。ちょっとやってみましょうか。はい。はい。じゃあまあそもそも今電池が入ってない鍵なんで、はい、まあこれでほんまにエンジンかからないのかどうか。あ、そっかそっか。うん、そういうことか。まあ、そこからまず確認しましょうか。そうですね。ね。で、これ普通にスマートキーですから車内にあります。はい。でこいつ押します、はい、いや、ブレーキ踏みますね。あ、そうです。ブレーキ踏んでこいつ押します、はい、え、ね、かかってるよ。かかってますよ。え、え、これ電池入ってませんよね。これ電池入ってないですよ。かかってますやん。ブルルン言いましたよ。ブルルン言いました。そっか、これ電池なくてもエンジンはかかるんか。あ、いや、かかんないですよね。かかんないですよ。あ、そうか、キーなかったら、はい、鍵ありませんって普通出ますもんね。出ますね。なんかここにもう一個ありますよ、鍵。これ、あ、それ僕来た時の鍵ですわ。これ電池あります。で、もちろんもちろん、これで来ましたから。ほなかかりますよ。かかりますね。返してください。一回返してください。おっつさん、はい、ここなんかあるなぁ思って、ここに。そうですね、はい、忘れてました、はい、ちょっと一旦切って、はい、やり直す。なんでかかったんかなって、めちゃ不思議に思いました。なんか力身についたんかなと思って。ハンドパワーが、はい、ハンドパワーが違うかったね。違いましたね。もう一回切ります。はい、もう一回切れました。はい、もう一回もう鍵ないよね。ないですね。もうないね。ないですね。はい。じゃあこれで、もう一回かけてみます。もう一回かけてみます。もう一回やってみましょうか。スマートキー中入りました。はい。ブレーキ踏みました。はい。押します。はい。ピー言ってますね。鍵がないですよ。鍵ないですって言ってますね。間違いないですね。はい。何回やってもピー言ってますね。ピーって言いますね。はい。じゃあ鍵穴に鍵入れるしかちょっと思いつかないんですけど。そうですね、鍵穴はないんですよね。鍵穴ないですか。隠れてるとか。隠れて、もう一回やってみます。いや、そこはないね。なかったもんね。ありませんでしたね。壊してまいそうやから。はい、はい、あの、その場合は、はい、普通このスマートキーっていうのは車内にどこにでもあれば、はい、ボタン押せばかかるんですけど、電池が入ってればね。そうです。で、まず電池がなくなるとドアロック開かなくなります。はい。で、その時は先ほどのように鍵入ってもらって、はい、こいつをここに近づけて。え、あ、今ピって言いましたね、うん、言いました。ピって言いましたね。もう近づけるだけでブレーキ踏んだらもうピってなりますね。電気もついた、はい、これ離してると、あ、つかない、何もつかない、はい、でこの鍵をここに極限近づけて、はい、近づける、はい、でブレーキ踏んで、はい、でこのまま、まさかかかりました。かかりましたね。かかりました。電池がなくなった時はスタートボタンにもう究極近づけて押していただく。場合によったらこのままこれで押していただいてもいいんですけど、まあ、傷ついたりする可能性もあるので。それ嫌ですね、はい、まあ、人の車は嫌ですね。そうです。自分やったらこなしてやってまうけどね。でもお伝えする上では近づけて押していただく。じゃあエンジンかかると。はい、エンジンは応急でかかります。でエンジンかかりますから、まあ、その後もうすぐ電池買いに行ってもらったら、まあ、それで、あの、回避はできるということですね。これね、意外と知らない人多いので覚えておいた方がいいと思います。全然知らなかったです。知らなかったでしょ、はい、これ結構電話かかってくること多いです。あ、やっぱ問い合わせ多いんですね、うん、で場合によったらね、車によると最初電池あるから、はい、これとか、うん、あのボタンとかで出るやない、はい、な、今度入るときに開かへんから、はい、今度鍵で開けるやない、はい、で鍵で開けたら、はい、出た時と入った時と違うやん、はいはい、な、それで開けると、はい、セキュリティ発動する車もある。え、じゃあピー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 って、そう、開けた瞬間ピーピーって鳴る車がある。でそれはどうしたらいいか言ったら、エンジンかけたら止まるんですけど。あ、そうなんですか。でもそもそも先のこれ知らんかったらエンジンのかけ方わかんないですもんね。ほんならもうみんなビービーってなって、いや、どないしょってならはるケースで電話がかかってくるっていうのが結構ある。
あとね、はい、ちょっと疑問なんですけど、うん、これ電池交換するとき、うん、これどうやってやるんですか。あ、これの交換ね、開けにくいですよね。開けにくいです、うん、確かに交換の仕方わかんないです。やったらね、壊れそうな気がするんですよね、うん、それもよく言わはりますね。割ってまいそうやってよく言わはります。確かに、はい、これ実は簡単でね、はい、これプリウスのやつは先のこのプッシュボタンですね、はい、でこれ押すとこの鍵、はい、鍵がまた出てくるんですか。鍵抜けます。鍵穴がもしかして、鍵穴はないんですけど、鍵穴はないんですけど、はい、こいつが開ける手段になる。え、鍵を、鍵になるわけですね、はい、この先っぽ平べったくなってるの分かります。あ、はい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 、はい、あ、ね、先っちょだけね、はい、でそれがここ、はい、あ、うん、なんかぴったり合いそう。合いそうでしょこれ、はい、ここ、はい、これ、はい、これ突っ込む、あー、ぴったり合いましたね、はいはい、でこいつを軽くひねってやると、おー、すごい、あ、簡単に開くじゃないですか。ほんまに電池入ってない本当に抜いてないですね、うん、びっくりすることでもないか言うてたもんね。こんな感じで開きます。あ、なるほどね、はい、で電池交換していただいて、はい、もう閉めるときはパチンで簡単に。へー、意外と簡単でしたね。意外と簡単。これも知らん人多いんじゃ、知らん人多いと思いますね、まあ、分かりにくかったらさっきの手段でエンジンさえかけてくれて、まあ、うちでも寄っていただいたら、まあ、電池なんてすぐ買えれますし。あ、電池在庫あるんですか。あります、あります。もういつでも寄っていただければ大丈夫ですから、はい、あとね、この電池がよくなくなるケースっていうのも何回か僕経験あるんですけど。え、すぐ電池がなくなる。そう、普通に使ってて。そう、あんまり電池ってなくならないもんですよね。そうですね、まあ、開け閉めぐらいちゃいますんでしょ。で使うとなくなるよね、当然消費もんやから。普通の家で例えば1階駐車場ですぐ横に玄関があってっていうお宅って意外と多いことない、はい、で2階3階とか。うちもそうですね。ですよね、はい、まあ、その駐車場があってすぐここに玄関がある、はい、入ります。でここに下駄箱みたいなのがあって、ここにこう鍵吊るしてたりすると、あ、あります。実は車と鍵の距離ってめっちゃ近いんですよ。あ、確かに、ほんまや、そうやわ。だ、反応してたりするときあるんです。壁隔ててほんなら消費するよね。あ、やっぱりちょっと反応してるから、うん、だからそこに置いてると電波が通ってたりするので、うん、やと思うねんけどね。経験上で言うと、そういうご家庭で鍵をそういうふうに管理してるところは意外と電池変の早いです。でこの間もその可能性あるなあ言って奥のリビングとかに鍵の保管場所を変えると長持ちしてるんですよ。だからまあ根拠というか証拠はないですけど、それ絶対あるんちゃうかなっていうのは確実にあると思いますよ。いや、ただね、うん、それで反応するんやったら開いちゃいますよね。確かに、ドアもピッて押したら開きそうですよね。ドアも開きますよね。これ防犯上もあんまり良くないですよね。開くんですよ。だから夜中とかはもうそのままやられちゃう可能性ありますよね。だからそういう意味合いでも鍵の保管場所っていうのは、まあ、電池のちょっとした5、600円の話じゃなくて車そのものに影響する可能性もあるので、まあ、その辺は一回見直されたらいいんじゃないかなとは思いますね。大事なことやと思います。確かにね、この前ニュースでやってたんですけど、うん、電波を増幅するなんか悪い機械みたいなのがあって、そうそうそう、玄関に置いてたらエンジンまでかかっちゃうみたいな、かかっちゃう可能性ありますね、言ってましたんで、はい、これ重要ですね。そう、もう普通に自分の車のように出ていけるわけですから、乗って帰られちゃう可能性があるってことですもんね、はい、ほんなら鍵の置き場所もちょっと考えた方がいいかもわかりませんね。ですね。ということで今回はスマートキーについていろいろ教えていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。